長。大丈夫？院長。今出て行ったの篠崎か？ナミ、どうしたんだ？委員長、なんだか思い詰めてるみたい。私たちでフォローしてあげた方がいいかも。お前もだよ、ナオミ。無理していないか？大丈夫。辛いのは私だけじゃないし、私一人甘えてられないもの。変な気起こさなきゃいいけど、はじめまして。あら、そっくりですね、お姉ちゃんと。あなた。私は山村未来。あなたのお姉ちゃん、日の枝と共に、ウィッカインスティテュートという精霊崇拝組合に所属しているものです。お姉ちゃん？はい。これはお見舞いです。ご両親は今、いらっしゃらない？知らないのですよね、日の絵の死。彼女が命を落としたあの日、あなたを追って旧篠崎家跡地へ向かう前に、日の絵は私に最後の連絡をくれていました。お姉ちゃんが？きっと自分の運命を理解して、そして受け入れていたのね。精霊は人の死期を教えてくれるの。その分、できる精一杯の行動と覚悟が持てる。彼女は立派だったわ。あゆみちゃん、日の絵の意思を伝えるわ。黒の本、ブック・オブ・シャドウズを取り戻しなさい。代々篠崎家が守り続けてきた門外不出の禁忌の書よ。あの本が心ない者の手に渡れば、この世は混乱の淵に落とされてしまう。私たち WI は、精霊と心を通わせる、自然の意志にただ沿おうとする、白魔女の組合。ご両親の反対を押し切って、篠崎家から飛び出した日の絵は、今さら関わるのをためらっていたのだけれど、近年、その存在を感じるようになって、ずっと気にしていたの。私とウィッカの仲間で調べたけれど、篠崎よしえと幸子の屋敷跡地にはなかったわ。更地だったはずのあの場所に、焼け焦げた家の梁や瓦礫が現れていて驚いたけれど、あの場所からは消えても、感じるの。
存在はまだ残っている。この世のどこかに。この町にあなたや篠崎義江と同じ篠崎家の血筋の方が住んでいたのは知っているかしら。覚えている名前だわ。よしえの家の地下室にあった篠崎の家系図。よしえの上に並んでいた彼女の母の妹、おばにあたる人。その牧野さんの家に行けば、何か黒の本を取り戻すための手がかりが残されているかもしれない。私たちは霊に対する感受性が強すぎて部屋に入ることもできなかったわ。何が起こるかわからないけれど、日の絵の意志を継ぐ強さがあるのなら頑張ってみなさい。お姉ちゃんの意志。ご苦労様。これでいいのね。お前らの息をしているだけでこっちは虫唾が走るんだ。殺さないでやるからさっさと消え失せろ。世の中アホばっかり。篠崎日の絵、簡単に死にやがって。くっそ疲れない。シモレンジャク南団地、ずいぶんボロボロ。これは何かの事情で取り壊されないまま放置されているのね。管理されているのかしら。さんの家はないとか。別の塔を見てみよう。これってやっぱり不法侵入。
扉が開いて、こらって怒鳴られたらびっくりして死んじゃうかも。確かに足音がしたのに。あっ、何あれ。トイレ行ってくればよかった。我慢しなきゃ。すみません。
携帯びっくりさせないでよ。こんな時に誰から、知らない番号。もしもし、ナイクあれ壊れたかな。やだ、もう。開いてる。すみません、怒りっぽい。人が住まなくなってから何年ぐらい経っているんだろう。お邪魔します。靴脱いだ方がいいかな。おかえり。あ、今人の声が。そうだ、篠崎を知恵の家に行った時の教訓を生かさなくちゃ。今回はちゃんと用意したんだから。お姉ちゃんが研究のために使ってたボイスレコーダー。2008年11月10日午後7時48分、篠崎牧菜の家、捜索開始。私は大丈夫、頑張れる。あの学校とあの家を。